修羅の国。修羅の国は、漫画、北斗の県に登場する架空の国家。本校では、修羅の国の支配者である、羅章や、廃下の修羅及び、福岡県における俗称についても合わせて記述する。北斗神県と、北斗流県、流野県の発祥の地にあり、海王、羅王、時、氷、剣士郎の生まれ故郷、蒼天の拳における、主事の描写から、 現実世界における中国と見られる。支配者である海王が恐怖政治を敷いており、アニメでは作品のクライマックスの舞台となった。統治形態は、封建制に近く、ラススムと呼ばれる三人の男を頂点に、殉将、軍将、村長、修羅、皇術、一般人という階級を形成する。また、羅将同士にも序列が示唆されており、事実上は、 火曜を中心とした絶対音声と見ることもできる。男子には12歳から15歳までの間に100回の死闘を行う通過儀礼が義務付けられており、このため男子の生存率は1%と評される。これを完遂した者はシュラと呼ばれ、国名の由来ともなっている。シュラになってある程度の戦績を積むと、名前、花嫁、領主権などを与えられる。 十二歳以降に敗北した者は、基本的に対戦相手に殺害されるが、死亡に至らず、生き残った場合は両足を切断された上で生存を許される。この脱落者は、ボローと呼ばれ、隠し特権を失って、低階級に置かれる。なおこの罰則は、公式試合限定らしく、死闘の類には適用されない模様、例、藩に敗北したが軍将の地位にあるカイゼル。 女子はリンを見るに物品に近い扱いを受けている。これはこの時代においては、修羅の国に限ったことではない。例、アイリが修羅の国の女性は、さらに過酷であり、一定の年齢に達すると修羅の花嫁候補として、犠牲者たちの管理下に置かれる。これを拒むことは許されず、命を奪われることもある。また、修羅でもボロでもない男子が見られ、 国民全員が百戦をするわけではないようである。ラススム表の徴用する宝石商のように武力以外の能力を評価される者も,もいる。作中での話し言葉は日本語で統一されているが、随所で漢語が使用されている。海洋や表がサンスクリット語で会話する場面も見られるが、これは北斗流圏の風習と見られる。人名については、 シュラとして、実績を積むまで名乗ることが許されない。ただし、修練段階の児童が名を呼ばれる描写がある。婚姻制度は厳格で、このような手続きが確認されている。ただし、場面によってはなどの描写があり、地位や状況に応じた婚姻が行われるようである。強さのみを特目とするシュラの国の道徳観念を反映したものが多い。シュラを中心に、 殺されることを消滅と捉えず、強者の血肉となって生きるとする考え方がある。敵から逃げること、愛を解くことは、悪徳とされ、違反者には、死が与えられる。シュラは、弁髪やスキンヘッドが多く、黒の皮鎧らしきもので首から、下の全身を覆うのが、一般的で、拳力や、社会的地位の低いシュラ、シュラ予備軍の児童を含むは、仮面をこむる傾向にある。 ボロは全身をボロ布と覆面で覆うが、文官として、修羅に仕え、写真な衣装を身につける例も見られる、藩の自重など。北斗神剣と北斗龍剣の因縁から、いつから王が帰還して、国を救うという伝説がある。北斗神剣でなく、ラ王個人なのは、海王の情報操作によるもの。中国大陸と見られるものの、核戦争に伴う、 近く変動で、現実世界とはかなり異なる地勢になっているようである。日本から渡れる海が一つしかなく、国土に砂漠が多い。その一方、ラス,スムハンの居城から、国中に伝達の赤水が到達している。沿岸はシュラによって、厳重に警備されており、部外者が侵入した場合は、一切の弁明を聞かず、これを殺害する。また、シュラの国の人間が、 他国に渡航を試みたケースがある若年時のシャチ、新旧聖主伝説の芸儀など、一方、新北東無双の幻、東変シャチの章では他国への渡航は海洋によって禁じられているが許可があれば渡航自体は可能だとされており、藩は部下や船に潜入したシャチと共に海を渡っている。陸地ではバイクや馬による移動が主流なのは 他国と変わらないが、私有列車などの比較的発達した移動手段もある。アニメでは、氷廃下の戦力である、新鋭機構団を構成する戦車や多数の装甲車も登場する。作中20世紀末に軍事国家の侵略を受け交配し、重慶がラオーラ三人を送り出す。やがて核戦争が勃発し、国家や文明は崩壊。戦争終結後は、 海王を中心とした北都竜圏の皇帝三人が拳で権力を握り、早々に国家システムを再構築。この時から前日のような男子生存率1%の過酷な地と化し、修羅の国と呼ばれるようになる。国家体制の完成直前、ラ王が一度来訪し、それ以後海王の手によってラ王伝説が流される。前後して沿岸に修羅が配置され。 鎖国体制が完成した。民衆は内心ではこの体制に反発しており、羅王伝説を信じて、その来航を待ち望んでいた。剣士郎が来航して、第三の羅生たる藩を倒すや、多くの者が総合転して、武装放棄し、その子らを含む大勢が、修羅に虐殺される。これを皮切りに、動乱の流れは、激化、氷の腹心が反体制を掲げて離反し、 村ごと処刑されるという事態も生じた。結果的にはケンシロウを中心とした戦闘により、三人の、ラススムは全て倒れたが、作中ではその後の描写はない。担当声優は、突起ない限りテレビアニメ版、新、北斗無双、DD 北斗の剣の声優。一人しか記載がない場合は、テレビアニメ版のキャストとする。修羅の国の支配者たち。 いずれも、北斗竜拳の使い手、生存率1%と言われる100回の死闘を経て、過酷なバトルロイヤルを生き抜いた男たちである。以下は、アニメオリジナルキャラクター。福岡県は、犯罪件数や指定暴力団が多いことから、2007年頃より、主にインターネット上において、荒廃している世界である修羅の国とかけ修羅の国、福岡と表現されている場合がある。 いわゆるインターネットスラングの一つ。地元福岡県内では、上記のスラングに対し、賛否両論があるとされている。福岡市出身の木崎千秋による小説、博多豚骨ラーメンズは、博多は人口の3%が殺し屋など、修羅の国というイメージを誇張した設定が取り入れられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。